ですね、こちらでございますよね。サモア代表のワールドカップモデルのレプリカホームジャージでございます。今着てるのはサイズ M です。ですね、ホームジャージに関しては S がですね入ってこなかったと。どうですかこのサモアンブルー、素敵ですよね。で、オルタナティブ入ってくれば、ここにね、カモメさんみたいなね、マークが入ってるのと、あと横ですね、この前と横のこの、生地感が違うんですよ。で、ここに、スカッシュですね、この、サモアの、まあまあ、タトゥー柄っていうのかな、こういうのが入っておりますと。こちらで試合をされるということになります。あと、ここに、GPS のポケットが付いてるのは選手仕様と。これ他のサイズが入ってくればいいんだけれども、ちょっとウェブの方見ていただいて、これに関しては S がないんだけど、実は、ジュニアの XL っていうまた謎のサイズが入ってきたんですよね。そう、おそらくそれ S ぐらい、サモア。まあでも、死闘になることは間違いないですよね。サモア戦はやっぱり、緊張の中でおいても勝ってほしいですよね。で、マクロン戦ですよね。マクロン戦のジャージになってて、マクロンさんは、ここのロゴがですね、一色タイプですね。前、どっかで言ったもんだけど、サモアマクロンに関しては、襟なしのロゴが一色ということになっております。そういうマクロンなので、もうメイドインチャイナですね。中国製。中国製になってて、ポリエステルは 100% でございます。家の中にこれ並べて、みんなで試合を見るなっていう付け方もありますからね。例えばお店とかでね、テレビの横に両方飾るなんてのもありかもしれません。そういう場合はですね、サイズ関係ないんですね。ぜひ、あるサイズをですね、言っていただければというふうに思っております。今日ご紹介したのはサモア代表のワールドカップモデルのレプリカジャージのご紹介でした。よろしければ見てみてください。